はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、ブルーアイズデッキ完成版というところでやっていきたいなと思います。まあブルーアイズデッキですね、初日に出したやつは叩き台バージョンだったんですけれども、今回はいろんな大会の結果を見たりだとか、あとは自分でですね調整した結果をですね元にちょっとデッキを作ってみました。でこの動画ではですね、主にまあ各環境テーマとの相性、自分が把握している限りの相性を話したりだとか、あとはこのカードの採用理由を話したりだとかで、最後にプレイ動画みたいなのをちょっと紹介していきたいなと思っております。でまずですね、各環境テーマに対しての相性なんですけれども、まあさすがにね、全部はできてないです。全部できてないので、自分が分かる範囲で話していきます。まずエレメンツセーバー相手には有利です。まあ特にオルタナティブとかも強いし、っていうところではあります。でコキュートスの打点を基本的には抜ける、まあ、2900の守備を抜けるっていうのがこの聖眼の一番偉いところかなと思ってます。で、クリストロンなんですけれども、世界大会の当時は、クリストロン有利だったんですよ。で、まあ、聖眼はどう転んでも勝ち越せないっていう風な感じだったんだけど、天罰とかが入ることによってちょっとそこの相性は、まあ、不確かかなと思ってます。まだ検証してないので一応ちょっと分かんないっていうところなんで、まあ、言わせていただきたいなと思います。まあ、天罰とこの、まあ、スピリットドラゴン、この辺がクリストロン相手には強いかなと思ってます。ただとはいえどうなんだろうねっていう、まあちょっと分かんないです。で、サンダードラゴン相手には有利です。サンダードラゴンがめっちゃいい入りしたら勝てるけれども、それ以外は基本的に聖眼が押し切れるかなっていうふうに思ってます。で BF 相手にもやってないです。ただ原始復帰 BF だったらちょっと石がね全部無力化されちゃうから、まあ、そういう意味で BF 有利なんかなとも思います。で、ムーンライト相手にはこの構築だと五分だと思います。でなんでかっていうと、まあ、オルタナティブで、破壊してもいいんだけど、その他にはチョトツが3枚入ってます。なので、まあ、そこがかなり有利かなっていうのと、イエローマーテンを天罰でパーンって潰すことができます。そうすると相手が融合サーチできなかったりとか、そういったところがあるので、まあまあ普通にいいかなと思っております。とはいえ3体融合のやつがちょっと重いから、まあ五分かなっていうふうに思ってます。で、剣闘に関しては有利です。剣闘はですね、前を潰されるのが苦手なんですけど、ちょっとツーサンブレ天罰と、前潰す系がいっぱいで、後ろも霊竜で触れちゃうみたいな感じなんですよ。なので、剣闘相手には基本的には有利です。とはいえ、こっちが引けてない時に石殴られて、そのままレティアリで石除外みたいな巻き筋もあるので、なんだ、8割取れるとは言わないけれども有利です。打天使はごめんなさい、ちょっとわかんないです。ちょっと親族が重そうやなと思うんだけど、こっちも天罰あるからどうなんだろうなっていう風な感じでは思ってます。まあちょっと重いかなと思ってるけど、ここはちょっとテストしなくてわかんないです。でブラマジは有利です。ただキャバルリーめっちゃきついっす。だからキャバルリーが出てくるんだったら、怪しいねっていう風な感じになってきます。まあこのテーマすごいキャバルリーが厳しい、キャバルリー打点超えれないしみたいな、全体破壊とか全体除去とかもないし全部対象取っちゃうから、キャバルリー出ると割と天罰引いてないと詰んじゃうっていう感じなんですよ。だからそこは弱点かなと思いました。でサイバードラゴンはちょっとやってないです。で霊獣はやってないけど有利だと思います。霊獣はこのサンブレと天罰がめちゃくちゃ重いはずです。これ6枚入ってるから、まあまあ霊獣には有利取れるかなと思ってます。はい。で、知らぬいは不利だと思います。知らぬいはね、ホムラガミがいるじゃないですか。あいつが破壊耐性ある3500打点っていうところでかなり重たかったですね。だそこを対応するためにライトロードアークミカエル入れてるんですけど、まあとはいえ2体でシンクロしてスピリットドラゴン出してからのミカエルだから重すぎてさ、だからまあ基本的には、知らぬいは有利だと、知らぬいが有利だと思います。そんな感じの評価になります。で各カードの採用理由なんですけれども、まず、まあ、見慣れないカード、これチョトツに関してはこれ大会で確か使われたはずなんだけど、チョトツはですね、単純にムーンライト対策だとかそういうのですごく優秀かなと思いました。戦闘したくない時とかにもね、これで守れる。特にこの剣士がね攻撃力ゼロなんだけど、チョトツがあれば戦闘せずにね守れたりとかするのがすごくいいところだと思います。で、トリックとしては、青き目の乙女に対してチョトツを打てば、青き目の乙女がその属性に対して無敵になりつつ横にブルーアイズ出せます。なのですごくいいです。このデッキは霊道が入ってないんですよ。だから、スピリットドラゴンがちょっと出すのが遅いんだよね。出しづらいんですよ、ちょっとだけね。でそこを霊道の代わりにちょっとつ3枚入れることによって乙女ちょっとつでいけるっていう感じです。そんな感じです。で石と剣士
だけだったらちょっと初動として少ないかなと思ったので、遅延できる青姫の乙女を入れております。で他は、青姫の祭司ですね。こいつはあの召喚に成功した時に墓地の中内一体を、手札に加えることができるんですよ。例えばそれで落ちている剣士とかを加えるとこいつ召喚剣士回収剣士手札からの効果でブルーアイズとかにもなれます。でさらにさらにこいつ墓地効果で剣士をデッキに戻しながらですね場の効果モンスターを墓地に送ってあの墓地にあるブルーアイズモンスターを特殊召喚みたいなのもできます。その辺も優秀なので、まあ、1枚は入れ得なカードかなとは思います。というわけでこの構築の動かし方、特に剣士とかどうやって使っていくね、剣士じゃないね、祭司とかどうやって使っていくねみたいなところもあると思うので、各環境テーマとの、回し方とこの祭司どういう風に使っていったら強いんだよっていうところをですね話していきたいなと思います。それではやっていきましょう。さあではではではやっていきましょうか。相手闇魔力でですね、まあ、どっちかちょっとロック系のデッキバーン系のデッキでございました。まあこのデッキ相手にはですねどうやって祭祀使っていくねっていうところとかを話していきたいなと思ったので、リプレイ撮っております。まあ、まず青姫の乙女ね引けていればこいつがかなり分厚い壁になりますのでおぬぬめです。でこれです、あの前回も紹介したんですけどサンダーブレイクで石切ってそこから霊竜出せばかなりアドアドアドのアドですございますね。でこう飛ばしていく、これがなんかずっと反応あるから、まあ、カナディア系かなと思って無視しております。で、これで祭祀召喚で石回収です。これでまたサンブレのコストができるっていう感じでございます。これ強くないですか。で、ここでシンクロ召喚、どうせまあこれフリチェだったから、まあ、潰す意味ないかなと思ってスピリットドラゴンにしました。でこれ青姫の祭祀効果発動です。デッキに戻しながら、墓地のブルーアイズモンスターつまりこれですね白き霊竜を特殊召喚します。その時に青姫の乙女を指定します。でも青姫の乙女を墓地に送ることによって霊竜を出せるっていうことですね。じゃあ対象に捉えた青姫の乙女の効果発動でございます。ここでチェーン2でですねちょっとこれ出しますか。ですねおここチェーン2でですね青姫の乙女が出てくるんですよの効果でブルーアイズ出てくるんですよ。これ何が言いたいかっていうと青姫の乙女の効果で出てきたブルーアイズっていうのは底なし落とし穴を踏まないっていうことです。だから底なし踏まずにそのままオルタナティブに変わってオルタナティブ効果って言えるからエルメスセーバー相手に強いんですよ。さあまず青姫の乙女効果でブルーアイズホワイトドラゴンをデッキから特殊召喚、底なし踏まないですね。でさらに白き霊竜みたいな感じでここを飛ばしていくことができます。いかがでしょうか。こうすることによってですね盤面ターン、2ターン目なんですけどこういう盤面を作ることができました。で肥大化された、やつとかは殴れないんですけどオルタナティブに変わったらリセットされるのかなと思ったら全然されなかったです。なるほどっていうってことは分断食らったやつもリセットされないんかなってのは思いました。わかんないけど、というわけでこういう風な動きをしていけるので青姫の祭司なかなか強いカードだとは思います。さあじゃあ、他のやつですね、まずはムーンライトあたりから見ていきましょうかね。多分融合の使い手ムーンライトかなと思います。でエドなんですけどこれ最初ヒーローかなと思ったんよ。まあでもヒーローも強いよねと思うんだけどね、今の環境普通に強いと思う。だからエアーも俺持ってないんだよな。でこれ青姫の祭司と天罰剣士剣士なんですけどこの時にあの剣士普通に召喚するだけだったらちょっときついんですよ。だから天罰を過大評価しすぎてもあかんなーっていうふうに思ってます。防御札じゃないっていうところでございますね。で、ムーンライトフュージョンを取ってこられてしまいます。でこのまま相手がターンエンド、じゃあ、青姫の剣士を召喚、青姫の剣士の効果で、石取ってきます。これでちょっとつが強いっていう話です。なかなか強いですよ。で今はこれです。手札から剣士を切ってブルーアイズを出していきます。まあ相手後ろが底なしっぽかったから、まあ、イエローマーテンで殴ってくるとねイエローマーテンの攻撃に対してちょっとつで守れるっちゃ守れるんだけどそれ守ってしまうとどういうデメリットあるかっていうと効果で破壊したからあのまたサーチ入っちゃうんですよ。それがめんどくさいなっていう。さあ青姫の祭司引けました。これです。祭司、効果で剣士回収で剣士効果でまたブルーアイズっていうこの動きめっちゃ強くない。だから祭司はねめっちゃいいと思うんだよね。でオルタナティブになって、ここを破壊といったところでございます。だからムーンライト相手にこういう風なね、破壊するっていう勝ち筋が全然あるからまあめちゃくちゃ不利なんかっていうとそうもあんまり思わなかったですね。じゃあ石出してこのまま、シンクロ召喚ブルーアイズスピリットドラゴンでございます。ちなみにここ今石落ちてるじゃないですか。祭司ってブルーアイズモンスターを
なんだ、特殊召喚できるモンスターだから、本来だったらこのオルタナティブも出せるんだけど、これ正規召喚しないから出せないっぽくて、ホワイトオブエンシェント、太古の効果で、これブルーアイズを手札に回収ってして、で、手札のブルーアイズ見せてオルタナティブ出す、みたいなことをしたいんですよ。だから、僕はブルーアイズ3枚入れてます。ブルーアイズ2枚だったら、最初2枚でやってたんよ。そっちの方が事故率少ないかなと思って。でもね、オルタナティブをもう一回出すときに、このオルタナティブで破壊、で、シンクロする、で、オルタナティブ回収、もう一回オルタナティブ出すっていう動きがめっちゃ強くてさ、それをするんだったら手札にブルーアイズ抱えときたいなってなったんよ。ってなると、ブルーアイズ3枚でいいかなって、手札に折ってもいいかなっていうふうに思ったんよね。まあ、そこまで事故じゃないかなっていう。だから、ブルーアイズ3枚に戻しました。で、ホワイトオブエンシェント効果で白き霊竜が出てまいります。霊竜、埋まったブルーアイズ、スピリットドラゴンみたいな感じになります。さあ、ウサギちゃん出てきたので、このタイミングで天罰でございますね。この天罰はめっちゃ強い。天罰使わないとね、後ろ全部剥がされちゃうから、それがちょっと厳しくて、ここは天罰打っていきました。さあ、マーテン2枚切って、キャットダンサーを出していきます。で、相手はムーンライトフュージョンサーチといったところでございます。さあ、このまま俺は反転すれば、2500、2500になるんですけれども、さあ、ホワイトオブエンシェントでまずオルタナティブ回収しておきましょう。で、このままバトルと。ここで強いのがちょっとつ猛進でございますよ。ちょっとつ猛進めっちゃ強くない？ムーンライト相手にも普通に一方的にいけるし、サンドラ相手にもインチキドローとかさせないんだが、っていう風な感じでございました。さあ、キツネ召喚カードセット、イエローマーテン、これね、止めてもよかったんですけど、単純にね、もう一発ちょっとあるし、えっかなーって思ってこういう風にしました。で、キャットダンサー出てきて、で、フォックス効果で、なんでここは止めんねんって感じですけれども、スピリットドラゴンで、無効にしていきます。で、このままターンエンドなんですが、僕の後ろにはちょっとつ猛進がありますので、天罰もしかも引けましたね。という風に、こうやって相手を無効、破壊破壊破壊っていう風にやっていくのが、まあ、制限デッキかなっていう風には思います。まあ、制圧、一回制圧したら手放さないっていうタイプのデッキかなと。なかなか強かったっすよ。で、他やりたいのは、検討ですね。すり替え検討があったので、すり替え検討の試合とかをちょっと見ていきたいなと思います。で、検討相手には、最初は検討有利だと思ってたんだけど、破壊系の、魔法トラップを多めにすれば、検討がきついっていう結論になりましたね。やっぱ、わなびの宿命なのか、前がいなくなると辛いテーマだよね、検討は。さあ、セット、モンスターセットでターンエンドで帰ってきました。で、青き目の剣士召喚、青き目の剣士効果で石を回収で、ガバ伏せして、で、ターンエンドでございますね。一応全部ラグなかったっす、これ。何なんだろうなと思って、あ、で、ベストロ来たんかってなって、じゃあベストロ来たってことは、まあそういうことかなっていう。ちょっとつ猛進使ってもいいんだけど、まあ今じゃなくていいかなと思って、ここは使いませんでした。で、ブルーアイズ出します。霊竜がここにいるんでね、残念ながら。で、青き目の剣士を召喚、また石を回収、天罰があるからね。で、ここでドラコンバーミリオンになっていきます。で、ドラコンバーミリオンで後ろ破壊、そしてバトル、こう分断食らっちゃいました。まあしょうがない。で、殴られる、後ろが天罰、ちょっとつっていう感じです。まあ変化してくるときにですね、まあなんだ、天罰打ってもよかったんだけれども、まあ無難にここは最初潰しておきました。で、でだな、このまま、手札に抱えていた霊竜を出して後ろ飛ばしていくといったところでございます。で、石効果でブルーアイズを回収と。で、このままバトルしていきます。さあ、じゃあ、クリボールで守られてしまいました。さあ、ただね、ここまで盤面取って後ろちょっとつ天罰でしょ、もう負けようがないよねっていう、あ、ごめん、天罰か、もう負けようがないよねみたいな感じになっております。だから前をガンガン潰していく札が多いのと、天罰があるから、まあ普通に有利だなと思いました。じゃあちょっとこの辺で振り対面の白縫い見ていきましょうか。白縫いとね、キャバルリーばっかりに負けたね。今回ランクまで調整してたんだけど、この2つちょっとしんどい、重い、めっちゃ重いっす。キャバルリーって強いよね。打点でこっち上回ってくる。ブルーアイズって打点で上回ってくるの苦手なんだけど、その上に破壊耐性あったりだとか、あとは、なんだ？対象取った時に
手札1枚切って無効っていうより耐性あったりとか、その辺が強いなっていう風に思いました。で、相手別にそんなめっちゃ強い動きじゃないんだけど、知らぬいって原生復帰苦手なのよ。だからガチの環境になってくると小津さえ3積みが結構テンプレになるかなと思って、要は原生復帰させないってことですね、小津さえ打ってっていうのはちょっと感じましたね。だからまあ天罰とか全然抜かれることはあり得ると思います。で、こうなります。で、スピリットドラゴンを早めに作ったらまあまあ割と勝機もあるのかなと思うんだけど、相手も相手で底なしだったりだとか、デモチェだったりだとか、あの辺とかは多いと思うよ。だからスピリットドラゴンがまあまず通るのかっていったところかなとは思います。まずそこからやなっていう感じではございます。で、ここで戦が今できます。まあ戦闇の効果使う必要なかったと思うけどね。でも、とりあえずここ潰されました。でだよ、サンブレ引けたんですけど、まあちょっとこのタイミングで何が強いかっていうと、これアンデッドスカルデーモンなんですよね。アンデッドスカルデーモンがいるから、そのこと考えたら先にサンブレで戦神潰しとくべきだったんかなと思うけど、まあ自利品オブ自利品って感じではあります。さあ、あとはもうここで、サンブレでホムラ神とか潰そうとしてもスカルデーモンいるしみたいな。で、そもそもまあ破壊耐性あるから、まあ、こいつら全員やばいしみたいな感じで、3500打点がどうしても抜けないんよ。だからここをどうしたらいいのかなーっていうのは思ったんだけど、多分メインギミックじゃ無理やなっていうふうに思いました。だから苦手だと思います。こういう風な巻き筋が結構割とありました。そんなんされなくてもそもそもだけど、なんて言うんだろうな、一旦目にレベル上昇でホムラ神ドーンドヤみたいなのとかもあって、いやいやいや無理だからそれみたいな、物のレベル上昇やめろみたいなってのが全然普通にありました。で、最後はね、ミラーなんですけど、ミラーってじゃあどういうところで、差が出てくるかっていう話なんですよ。じゃあミラーで強いのはこれです。サンブレ殴ってもらえる。で、サンブレで潰しながら行くみたいな。で、霊竜出すみたいな、こういう風な動きが先にできた方が勝ちなんよ。だから天罰サンブレ、引けるか引けないんかどっちなんかいったところではあります。後ろがなかったらね大丈夫。昔はクリボールの投げ合いだったんだけど、コスモブレイン出させてクリボール投げて、で、盤面潰してっていうのがまあ勝ち筋だったんだけど、今回はサンブレとか引いた方の勝ちかなっていうふうに思っております。いかがでしょう、参考になりましたでしょうか。こんな感じでですね、青岩デッキ作ってみましたので、ぜひぜひ皆さん一回使ってみてください。で、一番最初にね、環境テーマに対しての相性の話はしたんですけれども、この辺ね、もし分かる人とかがいれば、コメントとかくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ではでは皆さん、今回動画以上になります。今回動画ためになりましたら高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。